2018年12月31日、大晦日です。早いですね。はい、というわけで毎年恒例、年内最後の動画は雑談動画です。はい、毎年12月31日に雑談動画をお届けして1年を締めくくるというのを毎年やっております。今回は、まあ、ちょっとお茶を飲んだりお菓子を食べながらまったりとお届けしていきたいと思います。その前に一つ最初にお知らせをさせてください。以前ツイッターの方ではすでにお知らせはしているんですけども、以前今年の夏にコラボ動画を一緒に出した麦ちゃん、ハトムギさんと、なんとラジオチャンネルを作りました。わーい。すでにたくさんの方が見てくださって、楽しみに、これからも楽しみにしていますという声をたくさんいただいていて嬉しいです。以前コラボ動画を出した時にお二人でラジオをやってくださいという声があって、そして私たちもなんか二人でおしゃべりしたいねとずっと話をしていて、この度二人のラジオチャンネル、その名もガリムギラジオかっこガリというタイトルです。下の概要欄にラジオチャンネルのリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから動画のご視聴、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。まだ1本しか動画は投稿していなくて、投稿頻度も不定期としているので、まあ、また近々出せたらいいなと思ってるんですけども、ぜひ皆さんの感想やリクエストなどお待ちしております。そして私ツイッターをやっているんですけども、結構そちらでお知らせをすることが多いので、多分私がツイッターをやっていることを知らない方もたくさんいると思うので、ツイッターのアカウントも載せておきますので、ぜひフォローをお願いいたします。それでは早速、ちょっとお茶していきましょう。喉も渇いてきたので、なんかすっごい乾燥していて喉がね渇くんですよね。カルディで購入してきました。紙袋がすごい可愛いんですよ。冬仕様。
気がし、おみくじもついてます。これは後でちょっと開けてみます。そして飲み物、蜂蜜仕込みかりん、蜂蜜漬け、なんか飲み物はやっぱり温まるものがいいなと思って、いろいろお店の中を見ていて、で最初はあの柚子蜂蜜にしようかなと思っていたら、こちらが目に入りました。かりん、私初めてかもしれない、かりんっていう名前が入ったものを食べるの、まあ、飲み物ですけど、これは、これ飲んだことないのでとっても楽しみです。
酸っぱい味がしますね。再生回数が多かったか、皆さんどれが一番だと思いますか？ではまず第10位、予防接種ロールプレイ。私が看護師と医者に、医者の二役になってロールプレイをしたやつですね。第9位、おやすみ。以前も添い寝動画は出したことあるんですけども、また新たなバージョンで撮ってみました。同じ内容だとつまらないので、少し内容を変えて前髪と眉毛に眉毛と前髪カットをメインにした内容ですね。第6位、耳を塞いだり耳かきしたり。そういう音ってやっぱり私もすごく好きで、特に
ロスの咀嚼音、あのチュロス、とっても私も久々に食べて、とかテーマパークとかね、遊園地とかでは売ってるのは見かけますが、お店で売ってるっていうのを見かけたことなくて、で探して見つけることができてとても嬉しかったです。第4位、チキンポテトアップルパイの咀嚼音。皆さん大好きケンタッキーのチキンとかアップルパイを、はい、食べてみました。あのチキンはねもちろん美味しかったんですけど、あの私アップルパイは初めて食べた気がします。思った以上にすっごくもうサクサクしてて、すっごく感動しました。また食べたいです。第3位、オイルマッサージ2。まあマッサージ系は結構あの、まあ、リクエストも多くて、特にやっぱりオイルってあのなんだろう、あの液体の感触、こうやって肌に、ね、擦り込む音とかもとてもいいですよね。またいつか撮りたいです。そして第1位は海ぶどうの咀嚼音。私は海ぶどう何度か食べたことがあるんですが、コメントを見ていると結構食べたことがないという方も多かったですね。もしかしたら好みは分かれるかもしれないですが、とてもあのプチプチとした食感がとてもあの好きで、お取り寄せもできますし、あと沖縄料理屋さんに行っても出てくるので、ぜひ興味がある方食べてみてください。13を投稿しました。去年と比べると本数は多いですが、ただもう少し出したかったなという気持ちがあります。そして去年とちょうど1年前の雑談動画でもお話ししたんですが、去年はあまりロールプレイ動画を出しなくて、で、まあ、2018年はもう少し力を入れていきたいなと思っていて、で今年はまあ、いろいろアイディアを出して考えて、まあ、いろいろロールプレイの動画届けてきたかなと思います。
話としては、以前 YouTube ライブをやって、その中でもお話ししたんですけど、多分見たことがないその YouTube ライブをご覧になっていない方もいると思うので、ちょっとここでもお話ししますが、おやすみという動画がありましたね。あの動画、実は投稿する予定がなかったんです。あれはハロウィンの前に出した動画なんですけど、ハロウィン動画だけ出す予定だったんですね。なんですけど、ハロウィン動画の前に何かハロウィンにつながる動画を出したいなと思って、あの動画を作りました。お休み動画の中では、眠れない妹を姉が寝かしつけるという内容だったんですが、そして姉が、まあ、ハロウィンに関するお話をいろいろ話していて、そしてそれがハロウィン動画につながっていきます。それだけではなくて、ハロウィン動画の一番最後のシーン、あ、ハロウィンじゃなかった、おやすみ動画の一番最後のシーン、皆さん覚えていますか？姉が、羊を数えながら寝かしつけて、で妹が寝てしまいました。それで、あ、もう寝ちゃったね、おやすみって撫でながらこうやって、ね、こうやって暗くなってフェードアウトして、そしてハロウィン動画の冒頭は女の子がおーいおーいと呼びかけながら、ここから暗いところから明るいところに変わっていきます。ハロウィン動画はタイトルが夢の中のハロウィンロールプレイというタイトルですが、お気づきでしょうか？お休み動画で眠ってしまった妹の夢の中の動画なんです。あのハロウィン動画、夢の中のハロウィンというのは、もちろん見てくださっているあなたの夢の中という意味合いもありますが、設定としては眠ってしまった妹の夢の中のお話でした。そして、先日クリスマス動画で出しました夢見るマッチ売りの少女という動画、あれは最初にあのマッチ売りのアルバイトの女の子が出てきますが、ね、その子がマッチをつけていろいろチキンを食べたり本を読んだりインテリアを飾ったりっていう夢を見ているのかなと思いつつ、ラスト実は夢の中だ、それがそれ自体がもう全部夢だったというオチなんですけど、その夢を見ていたのはお休み動画ので寝かしつけ、お休み動画の姉、お姉ちゃんです。あの、まあ、かっこ、あの部屋着が一緒だったんですけど、今度は
おやすみ動画の姉の夢の中という設定でした。ということで、ここ最近の動画はまあなんかいろいろなところでつながっているようなものを作ってみました。そこに火を灯して、で、巻物を読みながら進めていく内容だったんですけど、実際あれ本当にろうそくの光だけだったんですよ。本当に部屋を真っ暗にして、私の前にろうそくがあるんですけど、そしてあの巻物、あの巻物には実際私が手書きで怖い話を全部書きました。もうそれ自体もすごく大変でした。あの結構長いストーリーもあったので、全部それを書くのがね大変だったんですけど、ただそれが後々その撮影の時の自分の首を絞めることになったというか怖い話だけに、その巻物に書いた文字っていうのはシャーペンで書いたんですよ。あのマジックボールペンで書いてしまうと、あのそのろうそくの光で透けてしまって、結構その文字がなんか、見えてしまうっていうか、いや見えてもいいんですけど、なんかはっきりとした字で見えてしまうとなんか雰囲気が壊れてしまうなと思って、あの巻物の紙が薄いんですよ。なのでインクの濃いものだと裏から透けてしまうので、あまり見えない方がいいなと思ってシャーペンで書いたんですが、先ほども言いましたが明かりはろうそくだけで、しかもシャーペンそんな濃くないじゃないですか、薄いじゃないですか。なのでいざ読もうと思ったら暗くて薄くて全然見えないんです。なので最初はこういうこの位置で読もうと思ってたんですけど、もう見えなくて、もうすっごい近づけて、でもそうするとなんか絵的になんか おかしいじゃないですか、こんな近くで読んでるのに。ギリギリ字が判別できるかなくらいのところですっごく頑張って読んでました。もうあんなに字が暗いとあんなに字って読めないものなんだなと
ましたね。何時間ぐらいかかったんだろう。2、3時間かかったかな。結構撮影は大変なものも多いんですけど、それをなんとかね編集して一本の動画に仕上がった時はとてもね達成感があります。最初の5本をリメイクするという企画でやっておりました。5年半前の初期からずっと見てくださっている方には、ああ懐かしいな、こんなのあったなって思ってもらったり、そして最近私の動画を見始めてくださった方には、見たことなかったけどこういう動画もあったんだって見てもらうきっかけになればと思い、そしてまあ初心に帰るという意味でもリメイク動画を作ってみました。皆さん5本とも見ていただけたでしょうか。さすがにね、洋服は当時のものと同じのがなかったので、まあ、服の形だったり色が似たようなものを選んできました。そしてぜひ可能であれば5年半前の最初の動画と今回のリメイク動画をね一緒に同時再生してほしいです。それでその動画がちょっとリンクしているところとかもね楽しんでいただけると嬉しいです。結構何度も自分のその初期の動画を見たんですけど、結構恥ずかしい恥ずかしい気持ちが多かったですね。でもやっぱ自分で自分の動画を見返すことがないので、あ、こんな感じだったっけとか、やっぱりまだ動画も全然撮り慣れていない時だったので、あ、すごくたどたどしいなって思ったり、いろいろ懐かしい気持ちもたくさんありました。またこういうリメイク企画とか、また別の企画も今後ので、何かリクエストやアイディアがあればコメントに書いていってください。そして、ASMR 今年も本当にいろんな投稿者の方がいらっしゃって、いろんな動画を私も見ていたんですけど、今年私が特にハマった音がいくつかありまして、今年特に流行っていたなっていう音の中では、琥珀糖を食べる、作って食べる動画、琥珀糖すっごくなんか綺麗でしたね。本当に宝石
ぐしゃっとやるのが音もいいし、その見た目もその崩れていくのがとても見ていて気持ちよかったです。本当にいろんな ASMR 動画見ているといろんな、ね、ものそのアイテムだったりとかいろんな方法で音を出したりとか本当に無限だなっていつも思ってます。そして、私かりんとしての2018年を振り返ると、今年も1年本当に楽しく動画投稿ができたなというこの一言につきます。動画を投稿する最初の方からずっとずっとモットーにしていることが、もちろん見てくださっている方にも楽しんでもらえる動画を出していきたいですけど、自分が一番楽しいなと思って撮影して お届けしないと意味がないなというか、ね、私がつまらないと思って出してる動画って嫌じゃないですか。まずは自分が一番楽しんで動画撮影をしていきたいなという気持ちがいつもあって、で今年は特に本当にいろんなことがあって楽しく投稿できたなと思います。今年は、チャンネル登録者数が10万人ついに突破しまして、あとはグッズの販売も初めて行いましたし、あと、まあ、テレビでも少し私の動画を流していただいたりとか、本当に今年1年その ASMR というものがメディアに取り上げられることが本当に多かったなという印象があります。ASMR とは何かみたいな、なんか巷では ASMR がとても流行っているとか、咀嚼音そういう特集とかもね、組んでいることが、そういう特集をテレビで
ASMR 取り上げられてると思って思わずじっと見たりとか、あとはなんか他の方がその動画投稿してる様子が映ってて、あ、こういう風に撮影してるんだって見たりとか、なんかすごくなんかびっくりっていう感情とは違うんですけど、すごい浸透してきている。今まではASMR って何っていうって言われていたものから、少しずつ ASMR が世間に浸透しているんだと、なんだか私も ASMR 投稿者なんですけど、すごくなんか不思議な感覚ですね。うん、まあ、多分今後もますますそのメディアで取り上げられたりとか、まあ、いろいろな分野に ASMR が進出していくではないかと思っています。なので今後どうなっていくのか、私自身もすごく楽しみですね。でも私は変わらずにこういうスタイルで ASMR 動画をずっと撮り続けていくと思います。さんの2019年の目標は何でしょうか？お仕事だったり学校だったり、何か目標とかね、夢とか皆さんきっと何かお持ちだと思うんですけど、時々コメント欄で、今就活をしていますとか、受験勉強していて、その時に動画を聞いていますとか、まあ、仕事が終わって動画を見ていますとか、子供と一緒に見ていますとか、本当にいろんな方がいらっしゃって、なんか本当にいろいろな場面で皆さんのそれぞれの環境で聞いてくださっているんだなって思って、とっても嬉しかったです。動画のおかげで癒しになっていますとか、頑張っていますっていうコメントをいただくんですけども、もうそのコメントでもう私がとっても元気になります。私もすごく癒しをもらえます。それで本当に動画を撮っていてよかったなって思う瞬間です。そして来年の5月でこのチャンネルも6周年7年目ですよ。え
ただけると嬉しいです。このかりんの蜂蜜漬け美味しいですよ。私の来年の運勢ということにしましょう。なんだろうなんだろう。あ、今見えてしまった。私の運勢は仕事少しずつ良くなります。幸運期に、幸運期に入っていきます。金運努力しましょう。後に大金が入るかも。健康見くびってはいけません。無理をせず休みましょう。
ろそろ雑談動画締めくくろうと思います。この1年いろいろな方に動画を見ていただき、動画を通してたくさんの方に出会い、本当にありがとうございました。私も視聴者としていろいろな ASMR 動画のお世話になっております。本当に他の投稿者の方々もいつもありがとうございます。お世話になっております。2019年もいろいろな動画を出していきたいですね。またいろいろちょっとね考えてることもあるので、いつかそれを形にできたらなと思っているんですけど、本当に見てくださる方がいなければこの動画は続けてこれていないので、本当に感謝でいっぱいです。来年もYouTube ライブをまたやりたいなと思っていますので、ぜひタイミングが合う方は遊びに来てください。それでは2018年本当にお世話になりました。ありがとうございました。